はい、みなさんこんにちは。今日のハイライトのコーナーです。今日の天気は曇り、気温21度、水温23度。なかなかカラッと太陽が出てくれませんが、今日も元気にスリーダイブ楽しんできました。そんな今日は黒島方面へ行ってきました。普段はそこまで流れの強くないポイントなんですが、今日はめちゃめちゃ流れてました。見てください、泡が横に流れてます。2本目からは流れも止まったので、いつものスタイルでダイビングできました。透明度も良くてとっても気持ちよかったです。青ウミガメにもたくさん会えました。1本目の激流だったポイントでも青ウミガメ出会ったんですけど、僕らはね、岩にしがみついていくのが精一杯だったんですけど、その僕らの横を普通に青ウミガメが泳いで行ってたんですね。やっぱり海の中の生物ってすごいっすね。ウミガメってどのぐらいの速さで泳ぐかっていうと、瞬間的にはかなり速く泳ぐんですけど、平均的には時速 2,3 キロで泳いでいるそうです。なんか思ったより遅いなと思うんですけど、ダイバーが水中で泳ぐ速さっていうのは、速い人でも時速 1.5 キロ、だいたい時速1キロ程度なので、やっぱりね、速いですよね。一度は経験あると思いますが、カメを追っかけても絶対に追いつくことができません。泳ぎ出したら素直に諦めましょう。ということで今日はここまで。また次回もお楽しみに。バイバーイ。はい、チャンネル登録お願いします。